バカたれ、でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのにもううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おお、ビルビルーパー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ悪い。ああもううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきおったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああ、はいはい、終わり。よーし。しくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後すぐにスナック清美に行ったんだ。清ちゃん、なんて言うとりました。それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです。俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じでキヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何、自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがんなことなわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろ。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかさよ兄貴。すまねえぞ。逃げ切れるつもりでいたんだろうがな。ダメんだよ。さまねえな、ジョー。おら、立て。きっちりけじめつけろや。待て。何見てんだ、おっさんよ。消えろや。何があったか知らねえが、もう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してりゃよかったのにや。
正気か？大丈夫か、お前。ダメだ、おっさん。うん。逃げてくれ。こいつらは。もう押せ。トロくせえ親父見てるとムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知れや。助かったよ。お前立てるか。逃げてくれって言ったのにさ。すげえな、おっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ。ジャスティスの奴らここまでやるなんて。お前こいつの仲間か。あ、はい。あのジョーさん助けてくれたんですよね。そのありがとうございます。礼はいい。それより追っ手が来たら面倒だ。とりあえずこいつを移動させるぞ。あ、はい。うちらがたまり場にしてる店があるんで、そこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。たく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ頼む。あの桐生さんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います。ジョーさん、いや城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。そん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を挙げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさんどうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と。ああ、会って少し話をした。そうか、
その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確かレインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男、今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらった。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。分かった、奴らのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセー基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、奴らは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセー基準で判断するのは俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセーこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。いらっしゃい。ありがとうよ。キリュウさん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。ありがとうございます。よっしゃ、みんな行くぞ。やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。キリュウさんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても多分返り討ちに遭ってしまう。だからキリュウさんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、わかった。ジャスティスはお前の敵だ。お前の手で蹴りをつけろ。よし、それじゃあ行くぞ。サチコを奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。
番だ出番だ。いいんですよね。腕が鳴りますよ。全員やっちまっていいんですよね。もっと楽しむぞ。泣かすぞ。腕が鳴りますよ。全員やっちまっていいんですよね。腕が鳴りますよ。全員やっちまっていいんですよね。皆殺しにしてやりますよ。お疲れ様でした。よくやったお前ら。あらかた片付いたな。キリュウさん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。それに女を人質に取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせや。クリア。ほらこれでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー岡田の目を覚まさせる。
俺はレインメーカー岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じって。そんな。六教人。六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。おい、メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ。ごめん、女王の剣だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに女王を追わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は女王をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな孔明、大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよまた俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六教人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしてやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよバカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するには
うちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つにはキリュウさんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの、岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。キリュウさん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだからまずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、キリュウさんがリーダーだからそれが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってるチーム名、キリュウ会なんてどうだ。キリュウ会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろ。まあそりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。気流会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。キリュウさんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それとキリュウ会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。キリュウさんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか、キリュウさん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じでキリュウさんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。キリュウさん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。
マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、キリュウさんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だからキリュウさんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。ええ、それはちょっと野蛮すぎるんじゃ。キリュウさん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。町をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。ってのは、だから今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんと1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、
昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に1人。どうです、わかりました？ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？いや、もう結構だ。チケット買われますか？片道チケットを1枚くれ。はい、片キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人、私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。
正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソネヤ、お前どうしてここに？それはこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場界の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会の来栖会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく6代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、4代目今菅井会長代行から東条会の跡目候補と見られているんですよ。お前が東条会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか？俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。
おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。アイスト、何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、キリュウさん。なんじゃそりゃ。一体誰なら、その染谷いう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、そん時付き合うちょった男じゃないかの。ひょっとして昔の旦那とか。踊り、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。え？ああ、確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。ブッ、踊れら、あんましかばち垂れよるとぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。そしたらキヨちゃん心配せんでええから言うて。ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本おられててもキヨちゃんを守ったらんかい。かしら、いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ。若い男じゃった。聡明やか。やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が言ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかさい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。
最悪広瀬一家は取り潰した。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで何が極道じゃ。まったく呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて使わさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか？いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか？要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ？そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの？昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな、全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。はあ？いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないすか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、頭、どういう作戦で行くんすか？そうじゃの。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと岩見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いな。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか？
へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。頭、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。
頼むぞ。どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなりゃ染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。染谷が大浴場にいるようです。キリ七木、4階を探しましょう。
兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。はあ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。ちいと失礼します。おい。はい、生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。悪はナグモ。これ一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで、バカたれ。もう遅いわ。しもうた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ、くそ、逃がすか。それじゃまた。待て。4代目をお止めしろ。兄貴はソメヤを追ってください。
染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。
兄貴、大事ないですかい？あれ、桐生さんじゃないな。それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス、来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん、無事じゃったか？ええ、二人ともどうしてここに？それは。コシミズさん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ。わしらは怖がわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、4代目。清美はね、俺の前のカミさんなんです。な、ママがお前の？本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思っての、お招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですが、このけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬のおやさんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですが。この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは石見造船会長、石見平蔵と申します。四代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス。陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。岩見造船の会長が陽明連合会の。岩見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますか。こちらは息子の常雄で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東城会の四代目でしょう。当然存じております。どうも
水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、余命連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからにはまず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目？どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃねえ。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、スネ夫。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃ
食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかし、もういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっとおやじさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで春人君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川くんが春人くんの父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ。俺の幼馴染で一緒におやつさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうど遥香ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くん、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんが春人くんを産んでたってことは。その辰川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん、音楽か何かやってたのか。いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。辰川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト。高志ら、踊りなんでそこあんなこと知っとんねや。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。高志ら、そいつと連絡取れるか。いや、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。